するしない。皆さんこんにちは。さあ、この M リーグルール解説、前回のまとめはこちらになってます。さあ、それでは今回もやっていきましょう。するしない。第7条モーター。モーターとは、ツモからダハイまでの行為を指す。順序は、ツモが先で、ダは後でなければならない。2番、モーターの一順とは、事故の打破か次回の事故の支配直前までとする。3番、支柱に他の牌を握ったままモーターを押してはならない。これはですね、たまに見かける方も多いんじゃないですかね。こういう風に積もってきてですね、積もってきた牌を持ったままそのまま切るっていうのはダメですよということになっておりますね。積もってきたら置く、置いて必ずその牌を置いたまま違う牌を切るという形になっております。4番、モーターの声は片手でのみ行うこと。原則として利き手を利用使用する。これもね、麻雀のマナーになってますね。例えばですね、左手で積もってきて、この左側から積もるときですね、左側から積もるときに、あ、これ左手の方が積もりやすい、簡単だな、楽だなって思っても、必ず利き手でやってください。利き手である、これ左手でね、持ってきて積もって右手で切る、こういうのはマナー違反となってますよということになっております。5番、競技とその進行に影響を及ぼさないように、モーターのペースが速すぎる、遅すぎることは避ける。さあ、続きまして第8条ですね。積も、ツモとは、ピーパイから1枚取る行為を言う。ピーパイは先ほどご説明しましたね、山のこととなっております。2番、ツモの目的でツモ動作行為に入ることをツモ行為の開始とする。ピーパイに触れた時点でチーポン、カンロ、ロンの行為ができない。これはですね、これも麻雀のマナーの一つなんですけども、ツモ、あ、この牌泣きたいな、これはもうダメです。ツモ動作をした、あるいは牌を触った時には、もう必ずその後には何も動作をすることはできないとなっております。3番、一旦ツモを開始したものはその行為を中断、中止することはできない。4番、ツモの行為は上座の捨て牌行為の完了を確認した後に行う。これは先ツモをしちゃいけないということですかね。上座の人が必ず捨てたのを確認してから積もってくださいねということになっております。一般的にはですね、パンパン、これもダメですね。今お話したように、先積もは審判がこれとみなし、宣告した時点で上がり放棄となる。6番、積もった牌を手牌に入れてはならない。これはですね、ちょっと麻雀を始めたばっかりとか初心者の方にはちょっと難しいことなんですけども、積もってきて、例えば手は見れないんですけども、全部マンズだったりして、うん、これちょっと分かんないな、こうやって中に入れてみてんじゃなきゃ分かんないな、これは M リーグではダメです。必ず積もった牌は中に入れずに右に置いておく、積もった牌が分かるようにしておく行為をすることが 大前提ということになっております。第9条ダですね。1番、ダとは、積もした後に任意の牌を1枚川に捨てる行為、およびチーポンカンの行為完了後に任意の牌を1枚捨てる行為を言う。2番、打牌が川に捨てた瞬間から捨て牌となり、その後取り戻すことはできない。これはですね、あ、ちょっとやっぱりやめるわ、これはダメです。川に着いたら必ず、それはもう打牌が終了しているということになっております。3番、川は地山前のスペースを基準とする。それ以外のスペースに牌を置いた際にも打牌と判断される場合がある。これがね、ちょっとね、難しいと思うんですけど、これも審判の裁定に従ってください。これももう打牌を完了してますよということになる可能性もあります。でも紛らわしい声はあまり良くないので、打牌は必ずスペースに置いてください。4番、強打は禁止としないが、度重なる場合は罰則対象になることがある。第10条捨て牌。捨て牌は左から右へ順に並べて捨てる。2番、捨て牌は1列を6枚とし、2列目はその下段に、3列目はさらにその下に並べる。3番、乱れに捨て牌に触れてはならない。捨て牌はですね、1、2、3、4、5、6、6枚いったら次2枚になります。このままずっと7、8っていう風にいってしまうとですね、右の対局者の方の捨て牌と混じってしまいますので、必ず6枚でこういうふうに下段に行ってください。
そしてみだりに触ってはいけないというのは、こうずっと触ってたりするとですね、例えば切った時にこうやってると針が見えなくなってしまったり、あるいはあれ切ったかなとかちょっと間違えてしまうこともありますので、みだりに捨て合いに触れてはならないということになっております。さあ第11条、流局と天敗。流局とは上がり者の出なかった局のことを言う。いかなる場合でも局の途中で流局はしない。2番、天敗とは上がりが可能となった状態だが、事故の手配風呂牌で上がり牌が消去されている場合は認められない。この天敗というのはですね、Mリーグでは形式天敗も大丈夫となっております。ただこの形式天敗にはですね、例えば、自分でチーマンを暗冠しています、勘をしてて自分の町が勘チーマンです、これは自分で勘をして上がり牌を消しているので形式天敗にもなりません。ただ他の人が勘をしている勘チーマンはこれは大丈夫ですよというふうになっております。3番、リーグ上の天敗は手合いの開示をもって宣言とする。手役の有無は問わない。これが形式天敗はありですよということになっております。4番、天敗の宣言は原則としてトン、ナン、シャー、ペイジャの順で行う。さあこれなんですが、今流局した状態を作っています。そして僕はここ小さまくあるんですが、これはちょっと、考えなくていいので、今僕はナンチャーにいるという設定でやらせていただきます。それでは流局しました。まずは今僕がナンチャーなんで、親の方が脳天、そして僕が天敗、脳天、そして最後ペイチャも脳天というふうに、自分が脳天あるいは天敗だったとしても、誰から先に開けても誰から先に伏せてもいいってわけではないんです。 Mリーグではチーチャー、今トンにいる親の人が最初、次はナンチャーっていうふうに順番が、限られています。ただこれ補足なんですが、ちょっと上げちゃいますね。今僕はリーチを打っています。で、麻雀プロ団体でですね、最高位戦、僕が所属する最高位戦は M リーグと一緒で、リーチをかけていても、リーチをかけている人って必ず天敗じゃないですか。なので開くことは当たり前なんですが、リーチをかけていたとしても、天敗脳天の開示は親からっていう風になっていくんですが、日本プロ麻雀協会さんはなんとリーチ者の方から開けて、以後それで、伏せていくって、伏せたり開けたりしていくっていうのがルールとなっておりますので、 M リーグはトンナンシャーペイチャの順で行ったりっていう風にリーチ者から開けることもあると。ただ M リーグでは、親から必ず天敗脳天の開示をして、トンナンシャーペイの順で行っていくという形になっております。5番、天敗料は場に3000点とする。さあ、これ今流局した状況になっております。で、天敗の宣言、先ほどお話ししたんですが、親の方から脳天、そして僕は天敗、そして、なんちゃん、あ、シャーちゃんも脳天、ペイちゃんも脳天と伏せました。こうなった時に天敗料というものは天敗をした人にもらえる、展望です。で、今僕一人で天敗してます。そうなると親の方も1000点、そして、こちらのシャーチャーの方も1000点、ペイチャーの人も脳天なので1000点と、これで場に3000点置かれます。これが天敗料は場に3000点とするという形になっておりますので、もし2人天敗だった場合は3000点に合わすので、脳天だった2人が1500点と1500点をお支払いすると。そして3人天敗だった時は、今度脳天だった1人が全員に1000点ずつを払って場に3000点っていう風に合うようにするのが、天敗料は場に3000点とするという明記となっております。第12条、レンちゃんとリンちゃんについてです。1番、親が続けて局を行うことをレンちゃんという。2番、親が下茶に移動することをリンちゃんという。3番、レンちゃんは親の上がりと天敗していた時とし、それ以外はすべてリンちゃんとなる。そして注意事項なんですが、チョンボがあった場合、その局はやり直しとし、チョンボをした者が親、子に関わらず再協議となる。さあこの3番のチョンボの話を少しだけさせていただきたいと思うんですが、例えばトン一局に親の方が、脳天リーチを打って流局してチョンボになってしまいました。そうなった場合は親番はもう一回その局をやらなくなるので続行になりますが、トン一局一本場となるわけではなく、トン一
曲がもう一回最初から始まりますよということになってるというのが、こういう説明となっております。そして4番、天杯は宣言することにより認められる、かっこ裸短期の能天宣言も可能。さあこれなんですが、実際に M リーグでもあったと思うんですが、石橋選手ですね、U-NEXT パイレーツの石橋選手が、オーラスの2着目の親番で天杯していました。しかし天杯というものは伏せてしまえば伏せることは可能ということですね。天杯を、天杯してるから絶対に開かなきゃいけないっていうことではないという、戦略的に伏せることも可能ですよということになっております。そしてカッコにもあった裸短期の能天宣言、裸短期っていうのは全員から見てこの一杯が当たり牌なんで、天杯っていうのは確定してる牌なんですよね。ただこれも能天宣言もできると、1枚であってもあこれ親番続行したらトップで終われないとか、5万点のトップでオーラス迎えてこのまま伏せたい時とかは能天宣言も可能ですよという説明となっております。